さんこんにちは、ゆうりです。はい、それでは今日はネストホテル院長さんルームツアーをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりにルームツアー撮りたくなるホテルだった。ちょっと見て見て、綺麗じゃね、綺麗じゃね。ワイングラスもある。そう、でも今日はワインを持ってきていないけど、ワイングラスもあって、なんかベッドもダブル。そしてこれインチョン空港の近くなんですけど、インチョン空港の近くなんですけど、あの反対側は海が見えます。そしてこっち側でもこうお山は見えますね。そしてこうベッドもいい感じですよ。なんかこの辺の調度品がおしゃれでございます。ちょっと久しぶりになんかテンション上がったよみんな。そしてね、なんかデスクもあるの、かわいいよね。ねえ、仕事できるぞっていう感じのデスクもあって、かわいい。デスクコーナーめっちゃかわいいね、これ。あとで写真撮ろう。あとこんなのとかもある。これなんだろう。あ、すごい。これテレビの、あれだね。テレビのリモコンがここに、わざわざこんな風にデザインっぽく置いてありますよ。かわいい。そして、これはプレゼントのガーナチョコレートですね。はいはい、はいはい。で、テレビと、サイドテーブルとかもね、超かわいいんですよ。この辺のさ、ポットとかがすごいかわいくない？ちょっと上がったよ。久しぶりにテンション上がったよ。テンション上がるかわいさ。ネストホテルさん。広島ね、ネストホテルさんの系列泊まったことある。すげえ狭いけど、そこもね、かわいいんだよ、インテリアは。ほら、見て。かわいいね、ここも。バスルームもめっちゃかわいい。いい感じ。ただ残念ながらシャワーです。トイレは一応別になってるけど、シャワーなんですね。ここをグレード、バスタブ付きの部屋に変えてくれって言ったら、3万3000ウォンだから、多分、4000円から5000円、チャージしてくれって言われた。アップグレード代払えって言われた。なので、もう今日はこのまま、バスルーム可愛いし、ね、シャワーの部屋に泊まりますよ。はいはい。なんか、サウナがあるらしいので、サンナにでも行ってみようかなと思います。ということで、懐かしの今日もここにインパーク、今日もここにインパークしていきます。もう明日ね、広島帰るから明日の朝早い、あの飛行機の朝7時なので、今日泊まってます、ここにね。久しぶりのルームツアーだった。可愛いよ、この辺とかもちゃんと陶器だしね。そう、あのアメニティもすごい充実してます。そうそう、でちゃんと歯ブラシをかけて、今韓国は歯ブラシ有料のところが、有料のホテルが多いので、ここあのすごいいいと、親切だと思います。ということで、今日もここに一泊していきます。ということで皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。